てんぐということで、はい、てんぐですけども、ポケモンクリスタルやっていきたいと思います。前回長寿ジムのジムリーダーの前に、柳さんかの前にやってまいりました。こいつをね、ぶっ倒していきたいと思います。では行きましょう。ポケモンも人も生きているといろいろある。私もいろいろ辛いことを味わった。人生の先輩としてそれを教えてやろう。君が生まれる前からポケモンと一緒にいる。おいそれと負けたりはせん。冬の柳と呼ばれるその実力見せてやろうかの。急に説教を始めたぞこいつ。めんどいな。まあいいだろう、こいつもいろいろ経験したからな。ラプラスが死んじゃったりとかね。これはでもイノムが絶対最後来るはずなんだよ、記憶だと。だからこれはまあコイルをこう出しといて、イノム出てきたら噴火してに変える作戦でいこうか。うん、多分それが一番いい。うわ、凍える風結構これ素早さ下がるからな、面倒やぞ。まあでも電気ショック、あー出た、破壊光線もどき。ほら全然効かないけどね。よし、いいね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 。そしたらこれで半分削って、麻痺したからもうこれは余裕だろう。でも正直これはちょちょいのパワーでしょ。うん、ドーン、オッケー。で次だよね、次イノム出てくるかジュゴン出てくるかによるよね。多分ジュゴンも入ってると思うんだよこいつ。あ、イノム来た、イノム来たから、ここで噴火してを大活躍ですね。これ噴火して、うわうわ、目が今あった、え、目があったよ今、見た、目あったの、やば、目あるんだこいつ。そしたらこれアイアンテールのが効くような気がするな、火炎車より。正直どう、ワンパンはさすがにないけど半分削るから。凍える風は特に火には効かないから、氷だから、あ、効くけど、まあまあ。でこれでもう一回アイアンテールで勝ったな。で多分次絶対2体目ジュゴンだと俺は思うんだよ、覚えてないけど。ジュゴンだったらコイルーでドーンだからいいね。32レベル、いいね。よーしよ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 し、いやーでしょうね、ジュゴンだからこれはコイルーで、コイルーもレベルが上がっていいね。よしよし、だいぶ良くなってきたよ。でこれでレベルも上がると思うから、ここで電気ショック、まあオーダービームごときには負けませんよ私のコイルーは。うん、いやーちょっと強い、大丈夫か、29だってよレベル高っ。まあでも大丈夫だしょ、だこれは電磁波は絶対やった方がいいでしょ。うん、スピード下げた方が絶対いいから、電磁波一回やって耐えた、よし、これ電磁波一回やって、で最悪痺れるかもしれないじゃん、運が良ければ敵がね。だからそこを狙う、よし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 、痺れろ痺れろ。多分耐えたと思うよ、さっきの感じからさすがに3ぐらい残ると思う多分。よしよしよし、でこれで次、電気ショック で攻撃下がっても速攻関係ないんで勝ったでしょ、イエーイ。でレベルも多分1100はいくと思うんで、あ、いかなかったか、よし29レベル、いいね、勝ちましたけども、うんうん、見事戦っぷり、その強い気持ちがあれば何があっても乗り越えていくだろうよ。うむ、このバッジを持っていきなさい、イエーイ、アイスバッジ、やったぜ、早い、特殊度高くなる、お、いいね、あ、渦潮来たわ、16、イエーイ、渦潮か、でも渦潮の技マシーンって絶対いらないよな。凍える風か、凍える風ね、誰か覚えるかな、これ使えるからな、凍える風、あ、どこ行った、凍える風、凍える、あった、これ使えるからな、誰か覚えるかな、いやー2人覚えるけどな、いいや、取っとこう。そしたら次行こうか、こっち出て、はい、勝ちましたよ。あ、なんだ、うつぎから電話、最近調子は、ラジオ放送がおかしい、え、またロケット団、またロケット団ですか、小金のとこに戻ればいいのか、あー、またロケット団出てきたか、つい先ほど終わったばかりなんですけど私しつけーなー、あいつら、ラジオちょっと聞いてみるか、ちょっと待ってね、ラジオは確か、ポケギアからのこれだ、あ、違う、これか、え、どれだっけ、あ、ラジオそもそもねえじゃん俺、
あ、そうか、ラジオ持ってねえわ俺。あのラジオは確かラジオ塔で、あのなんか問題全問正解するともらえるとかじゃなかったっけ。確かそんなだったっけ。ラジオカードみたいなやつが確かもらえるんですけど、もらえてないですね。でここから確か波乗りで越えれるんですよね、実はね。それも忘れてましたね。いい傷薬持てない。もうじゃあいいわ。ここから確かね戻れなかったっけ。無理やり戻れたはずなんだよね。こっちの方が絶対早いからね。ここがあれだよね、円珠だから、この下だから、まあ、ちょっと行こうか小金に。さあやってきた。あーいるわ、ほんとだ。ラジオ塔を乗っ取って、なんだ子供には関係ない、やかましいわ。ラジこいつ、そうそう、こいつがいたんだよねずっとね。でどうなってんの。うわーほんとだ、 BGM 変わってんじゃん。あららららら、どうすんのこれ。戦うの。戦えばいいのか。オッケー、ついにラジオ塔を乗っ取った。ロケット団の恐ろしさを全国に知らせてやるのだ。まずはお前に俺たちの恐ろしさを思い知らせてやる。雑魚が生きがりやがって、お前ぶっ飛ばしてやるからな。よし、あ、ラッタか。全然いけるな、ラッタぐらいだったら。で、ここでは何をあげるか。ラッタとかズバトとかだから、噴火してでもいいんだけど、まあなんだ、ニョロゾでもいいかなとは思うよね。ニョロゾもね、ちょっと、まあニョロボンにするには水の石が必要だから、連絡来ない限りはどうしようもないんだけどね。あの電話が来るんですよ、石拾ったよっていう。その電話来ないと水の石ゲットできないので、まあそれまではどうしようもないから、いいや、こいつはとりあえず噴火してていいだろう。まあ、爆風にはおいおい進化するんで、勝手に、まあね、焦ることはないかなと思いますね。よし、アイアンテール、強いな。ピカチュウも長らく愛用するわけだわ、アイアンテール。ほら強いもんな、アイアンテールの方がいいね。これアイアンテールだな、うん、でこれでドーン、オッケー、よしよしよし、いいね。よし行こうか。下っ端弱えな。いやー、あとね、育てたいのが、このタラコも育てたいんだけど、なかなか技が弱いっていう。カエルの子だな、まずは。ギャラドスも育てたいんだけどね、なかなかちょっとレベル的にも大丈夫かなと。プリンがいる。ププー。これ誰だっけ、葵っていう人なんだ。あ、助けてーか。オッケー、助けてやろうじゃないか。ほほほ、簡単に占領できて、退屈だったの。あなた楽しませてくれる？いいよ、楽しませてやるよ。ビックンビックンにしてやるからな。見とけよ。さあ、一体、なんかアーボックっぽいな、やっぱり。なんかアーボックっぽいなと思ったんで。まあまあ、レベル高くなってるからな、さっきよりは。これはなかなか苦戦するかもしれないが、まあ、波乗りゲーですからね。よし。まあ、この音が気持ち悪い波乗り使っていきますよ。あ、強い！まあまあ強い。まあ。全然問題はないんだけど。あ、雨乞い使えばよかった。雨乞いから波乗りでよかったな。完全にそれでよかったな。失敗したな。まあいいや。あー、そうだね、やっぱり。あー、麻痺した。めんどくせえな。あー、でも技は弱いな。毒は絶対なんないからさ、麻痺するから。ちょっと麻痺直しってなかったよね。買ってきた方がいいかな。オッケー。これで、レベルアップ。29レベルが30レベルと。特に技を覚えないと。よし。何者？カエル天です。あ、何でも直しがあるやんけ。これ使っとこう。オッケー。これでオッケーだから、行こうか。背中向いてるけどね。ポケモンマフィアっていうの？こいつら。マフィアだったんだ、こいつら。なんかリングとか争奪戦しないかな。うん、なんか死ぬ気のなんか、うわ、待って、うわめんどいやつだな、これな。一気にテンションが下がったんだけど、雨乞いして波乗りやっときゃ全部倒せるでしょこれね。いやー、もう全部コラッタだったわマジで。まあまあタラコに変えたけどな、あまりの弱さに。いや、びっくりしたわ。
そしたらこのまま行こうか。敵多いな、しかし。おいおい、俺たちの邪魔するんじゃねえ。いやいやいや、邪魔するだろうが。俺が倒さなかったら進行しねえんだよ、このゲームがよ。しゃあねえやろうが。お前らが邪魔してんだよ、むしろ俺のゲームをな。あ、これ、レイパン効くからズバットいいじゃん。ねえ。よし、ズバットとかよ、お前懐かせてクロバットにしてからお前戦ってこいや、お前。かわいそうに、お前。いつまでそんな、お前、その初期のさ、もう、大事段階ぐらい進化捨てやれよ、せめて。ゴルバットぐらいにはしろよ、お前、ほんとに。かわいそうだぞ。いくらなんでもそのままはちょっとかわいそうだぞ、お前。弱いしさ。はい、終わり。はい、終わり。よし。まあ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 、どんどん上げていこうか、レベル。まあ、上げるところ上げたいね。カエルの子とか、カエルの子もそうだし、タラコもそうだし。うん。3年前。あー、そっか、レッドさんか。3年前なんだな、あれ。あ、でもそうだよね。ちょうど出た時期もそうだよね。うわー、ベトベタ。うわー、なんで顎が出た、こう上に。うん、よくわかんないけど。波乗りで。まあ、波乗りがほんと優秀すぎるからな、このポケモンの比例の中で唯一な。他のはちょっと中途半端なんだけど、波乗りは超強えからな。うん、小さくなるだろうがなんだろうが波に乗れば当たるだろう。うん、波で当たらないの、波なのに。ヘドロ攻撃って何、気持ち悪い。泡じゃん、ただの。うわー、弱い。当たるよね、波だもん。だって波に飲まれろ。闇に飲まれろみたいになっちゃった、なんか。闇に飲まれろって、なんかお前。ランコちゃんか。ベトベタ率高えな、こいつら。あ、わかった。待って待って。あ、またやってないわ。雨乗ってから波乗るのが絶対いいんだよ。威力上がるから、波乗りすれば。うん。いくら小さくなろうがなんだろうが、波乗り、雨乗りか波乗りには勝てないよ。うん。関係ないからな。よし、波乗り。当たるでしょ。ほーら、当たった。気持ちいい。気持ちいいだよ、これ。うん。よし。さあ、どう？いいね、ほら、余裕。次も多分同じだと思うんで、サクッとね、倒しちゃいましょうか。あー、進化したー！マジで？うえー、進化しとるがな。でも雨降ってるから多分倒せんじゃねえか、これワンパンで。どうかな？倒せると思うけどな。いけないかな？無理か。さすがに無理か？無理だったー。今度硬くなんのかい。小さくなる次は硬くなんのかい。なんなんだこいつら。オッケー。でもこれで31レベル。いいね。悪くないよ。いいね、いいね、いいね、いいね。よし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 。これで31レベル。いいね。いやー、強いね。オッケー。あー、攻撃力は高いんだこいつ。じゃ、冷凍パンチの方がいいのかな。可愛くないやつ。ブサイクだって。まあ、そういうこと言っちゃいけないよ。女の子にブサイクは言っちゃいけないよ。よし、行こう。回復してきたからね。こいつらは戦わないよな、さすがに。なんかすげえな、挙動不審で。大丈夫か、おじさん。ポケモンってのは、トレーナーにとって、大事なパートナーだろ。なのに、あんな命令するなんて、ポケモンがかわいそうすぎるよ。ほんまにね。ひどいよね、こいつら。再起不能は言い過ぎだろ、お前。それはやりすぎだぞ。言っとくけど。もうちょっと、優しくしてくれ。普通に。また4体。ドガース。いや、マジ毒系多いなぁ。ちょっとマジでタラコレベル上げられないな、これなぁ。なかなか厳しいぞ、これは。どうしようかなぁ。そうだな、待ってよ、コイル上げようか。カエルの子はどうせレベル上げても進化しないから、これで波乗りやってからコイル上げてもいいんじゃないか。ねぇ。で、レアコイルになってからもう一回カエルの子にするとかね。それでもいいかもしれない。まあ、やっぱレベルは、こいつらね、美味しいからな、経験値。ベトベタも多分そこそ、あ、400だったっけ。まあ、そうでもないけど。で、ライクとな、ライクとタラコがちょっとな、今、ウィークポイントかもしれない。なんかいい方法ないかな。こう、何かこう、画期的な方法ないかな。やっぱ進化しかないよね。うわ、小さくなるちょっと不便だな、これは。ロックオン欲しかったかもしれないな、そうしたらな。まあいいや、行こうか。よし、どんどん行け。当たるー。ちょうど確か当たってるわ。ちょうど当たってるね。いいね。あ、耐えるの？また小さくなったらもう何も見えないや。豆粒やん。変わってないぞ、お前。変わってないよ。大丈夫。ソニックブームって当たらないよね。金縛り効かないぜ。
当たらないよね。いや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 、何を悲しばるの。ああそうですか。じゃあ電気ショック当たる。電気なら当たるのか。電気は見えないからね。見えないとか避けれないでしょ。よし次、コラッタ。ああコラッタだったら全然いけるわ。こいつはむしろ弱いよね。こいつはね。ああワンパンできない。マジか。もう一発ぐらい。いて。大丈夫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 。全然効かないから。うん、前歯折ってやるよ。よし。オッケー。これで問題なし。うわあ経験値まずいな。ズバッと。あなるほどね。電気タイプだから最後にね来たってか。よしよしよし、いいよ。ほら電気ショック。ああ金縛りか。びっくりした。何かと思ったわ。これでとりあえず、全部倒したし、経験値もまあまあ入ったから、やっぱコイルはそんな高くないね。経験値のあのあれがまあ速さがね。よし、じゃあ次は横のやつなんだけど、コイルをちょっと出してこうしてで行こうか。お前だ。ポケモンに命令するだ。ポケモンに悪いことを命令するのは気分いいぜ。いやポケモンも感情あるからな。なんか泣いてそうだな心の中では。やりたくないよこんなこと。ふえーってなんだこれ。弱。またドーカス進化した。ベロベロベーン。そんな感じか。電磁波やるか。そしたらあーめんどくさ。煙幕はなかなかめんどくさいぞ。どうしようか。いやー当たんないよね。嘘だろお前。耐えるよな耐えるよな。ノーマルだったら耐えるよな。あ耐えた。すげえ4残った。やるやんお前。見損なっちゃな。見直したぞ。なーにーって。いやお前が勝手に死んだんだけどな。こいつなんかコイルっぽいよな。このおっさんコイルっぽいんで噴火してとかにしとこうか。さすがにコイルでコイルは面倒なんで噴火してにしていこうか。確かそうだよね。見慣れる子供がいるちょっと。何なんだ君は。何なんだ君はって。お前のが何なんだだよ。お前は何なん。何ロケット弾なのそもそもこいつは。お前のが何なんだだよマジで。やっぱりそういう感じだよね。だからまあこれは普通に噴火してのね、火炎車でドーンですからね。いやそろそろほんと爆風雲にしたいしね、ちょっと使っていかなきゃね積極的にね。うん。いやー困ったなー。とりあえずどうしよっかな。ライクかタラコ引退も近そうだなーこれ。悲しいけどまあわからん。ちょっと新しい何かいいポケモン、欲しいポケモン出てきたらそうするかな。とりあえず今ん、あーでもねーいるんだよな、一匹いるんだよな。まあでもいいや、オッケー。これでオッケーだな、とりあえず。よしよし。で次レアコイルだったら嬉しいな。レアコイルだったら嬉しい。まあコイルだよね。そんな現実は甘くないですよね。オッケー。ウェーイ、ワンパン。これで上がるんじゃないか。でもレベル上がりそうだよね。上がる。上がらない。そんな見くびったか。見くびんなや。子供だって天才少年とか言うだろ、スポーツとかでもさ。見くびんなや。そしてこっち行きますか。回ってるね。なんだ回ってるおじさんがいるね。そしたらまあコイルだな。もうすぐこれで進化するだろうからね。いいね。さあ来た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 。局長を助け出すつもりか。それは無理ってもんだ。ここで俺に倒せちまうからな。お前いてて恥ずかしくないのかそれ。自分でいてて負けねえよお前みてえなポケモンな。育て愛情がねえ奴らに負けたまるかっちゅんだよお前。よし。しかもこっちはレアコイルに進化寸前だぞ。余計に負けるかってんだよお前。オッケー。これでオッケーだろ。で次が誰。ドガースとかって嬉しいよな正直。ドガースあたりやったら嬉しいんだけど、どうだろうか。経験値が美味しいからな。ベトベターでもいいか。経験値美味しいからな。どっちにしろ。よしよし。で顎、下顎どうなってんのお前の顎は。なんで拭いたし。上唇よくわかんないよ。お、いいね。イエーイ、痺れてやんの。いやー硬くなる意味ないけどね、別に特殊技だから俺。よしよし。オッケー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 。これでオッケーオッケー。何回言ったでしょうか今。クイズです。何回言ったでしょう。はい、レベル30です。美味しいですね。で次が、あゴルバットじゃん。いいじゃん、最初取り出してよそれ。いいじゃん、嬉しいな。わー下顎グリグリ、下顎グリグリ、何それよくわからない。さあこれで、倒せたんじゃない。いやワンパンはしないかさすがに。
わあ、でもそんな削るんだな。すごい吸血出た。まあ、この時代の吸血はすんごい弱いから全然問題はないですね。はい、オッケー、いいですね。よし、きたー。これで、コイルーついにレベルアップ進化です。イエーイ、オーマイガッ、イエーイ進化。いやー、レアコイル、あの、ちなみにこの世代は磁場コイルありませんからね皆さん。これレアコイルって進化っているの？なんか増えてんじゃん、だって増えてんじゃん。だってこれどういうことなの、これ増えただけでしょ、これ謎だよね、レアコイルって。さあ、これで、進化したので、まあちょっと強さ見てみましょうか。電気上がね、うわー、特攻84、これは強い。そしたら次はカエルの子を上げようか、またね。いや、待てよ、噴火して、あー悩むな。ギャラドスでもいいけどね。まあいいや、このまま行こうか。まあ、あのカエルの子は進化今しないので、とにかく水の石がないから。なので、あの、やっぱり進化するポケモンは後で強くなるんで、進化するから。こいつは進化しないから、レベル上げるしか進化、あの、強くする方法ないんで。慎太郎なのこいつ。うわっ、うおー、あーで、あー、ポリゴンショック、あー気持ち悪いひどい、今の発言はひどい。うん、いや、俺でも当時見たけど、なんなかったんだよな、ポリゴンショックな。なんなんだろうな。テクスターチューって何、チューって。あー、水タイプになるの、めんどくせ、どうしよう、マジか。どうしよう、テクスター2がめんどくさいな。困ったな。あ、これは何、ワンは何。あー、戻すのかよ、よくわからない。ポリゴンか、ポリゴン欲しいな。でも実際でも欲しいよね、ポリゴンって。うん、まあなんかこういいよね、レアだしね、ポリゴンって絶対にちょっと欲しいなとは思うよね。強っ、え、ちょっと待って、雨乞いからの波乗り強いな、やっぱり。イエーイ、オッケー、倒した。よしよし、3000円もくれんのか。ちょっとこの先行ってからどうしようか。あ、いた、こいつ助けてから終わろうか、今日は。違うのかよ、お前。さあ、舐めやがって。くそー、お前かよ。数多くないね。何体今いたの ?30 強いな。ちょっと待ってくれ。雨乞いやった方がいいな、これは。で、波乗り作戦だよ、これは。厄介なことしてくるな。くそー。びっくりした。あんな何、待てたわけ。ズボン、あの、帽子かぶって、ズボンじゃないわ。帽子かぶって何、待ってたわけ、ずっと。来ないかな、来ないかな、って。かわいいな、この幹部、そしたら。弱いけど。さあ、これ経験値美味しいんだったら、噴火してのがいいかもな。レベル、いや、悩むな。このまま行こうか、とりあえずでも。よしよしよし。30だったら全然ありだよな。32になるし、次ぐらいにちょっと変えてもいいかもしれないな。ただな、雨乞いがあるから威力下がると思う。下がんなかったっけ？ちょっとだ、雨乞い切れるまでは我慢してもらおうか。どれくらいで切るかわかんないけど、よ、5ターンぐらいだっけ、まだ切れないはずだから。いや、雨乞い切れるまではこのまま行って、切れたら使おうかね。いや、カエルの子強いな、マジで。ほら、こんな強いポケモンだったんだね。いやいやいや、素晴らしいね。ほら、全部かよ。いやー、いいや、このまま行こう。うん、全部ドガース系かよ。好きだな、動画こいつ。よし、ちょっとこれレベルが俺のポケモン弱めだな。少しレベル上げなきゃきついな、これ。まあさすがにワンパンはしないよね。うわわ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 、ポヨン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 って、ポヨン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 って、なんか土揺れみたいな音させんな。あ、やんだやんだから、じゃあこいつでこれ倒したから、変えようか、噴火してるね。これでさすがにいくらなんでもね、亡くなったからったってそんな威力下がんないよね。うえーい、経験値の鬼か。そしたらドガースだから、これは、噴火してに変えて、まあ火炎車でやれるでしょう。うん、33になんのか。30、確か6ぐらいだったと思うんだよね、爆風に進化するのは。だからまあもっとこうね、上げなきゃダメだから。あー、意外と強いね。
よし、いいね。おらぁ、火炎車じゃー。いい、よし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 、いいねいいね。これでこいつも撃破、33レベルになって、まあ、また強くなって、いいねいいね。攻撃の方が低いんだこいつ、特攻型なのか。じゃあ火炎放射とか欲しいね、早くね。なるほどね。まあ煙幕とか消してもいいと思うしね。火炎放射欲しいとこだね。覚えさせないとね、その辺も早く。 OKOK、 あと1回。いや音がすごい、スモックとか音がやばいよね、この音。 OK、 これで倒した。さあ本物は多分、じゃあさっきのあの右側にあったなんかシャッターの先かな、あの先だろうねきっとね。まあそれは次回ですね。うん、 OK。 わかった、局長の居場所教える。あっさりやな。もうちょっとなんか抵抗してもいいぞ、本物の局長は。あ、地下倉庫か。あー、なるほど。イエーイ、地下の鍵。イエイイエイ。ということで今回はこの辺で終わります。次回は局長をね、助けに向かいたいと思います。よかったら次回もご覧ください。ではお疲れ様でした。さよなら。